ゆるい感じで始まります。10日です。いつもこんなゆるい感じです、はい、そうです。全然打ち合わせしてないんですけど、はい、じゃあ結成のいきさつとか活動状況とかライブどんな感じでやってるとか公演でとかはありますか？あります。9月19日に高知城の88祭りに12時から。それははるかちゃんが出るぐらいなの？そうなんですか。今年初めてのイベント。結構これは多いですよね。多いですね。何回もう何回か。何回か。12時半ライブイベント？はい。へえ。そのダララみたいな感じ。19って何曜日？日曜日ですね。その日の後に連休のね。その日の10の夜なんですけど、時間まだ未定なんですが、栄田公園で栄田公園。うん。栄田公園。日赤病院の近くの綺麗になったところあたりにある公園で夏祭りです。夏祭り？そうなんです。はい、地元の。ではまず大黒のマイクです。いかがでしょうか。アルペの音楽的生活です。そして橋本さんです。ヘイヘイ、アルペの音楽的生活です。よろしく。オッケー。もうちょっと。はい。ヘイヘイ。はい。今日もよろしく。この辺を見ながらどうぞ。今日もよろしく。今日もよろしく。いかん。マジで暑いこの部屋。暑いね。はい、じゃあマイク 4です。4お願いします。今日はよろしくお願いします。お願いします。ゆきです。ゆきさん手書きでくれました。はい、そしてマイク、これが3になるのかな。はい。はい、よろしくお願いします。ビスコッティのコッティです。よろしくお願いします。常光です。はい。いかがなもんでしょう。OK? OK? OK? 本当に？了解。なんとかなるやろ。では、おちょろっこでやります。楽しい。はい、これマジ開けてた方がいいのかな。エロ。これってでもなんか風吹いてます？なんかおかしいよね。ここ開けたら良くないよね収録中。跳ね返りがあるかな。やばいこれ。なんか壊れちゃうかな。なんか風が来る感じがないよね。なんか壊れちゃうかもしれないこのクーラー。全く。無風。動いてないだよ。動いてない。無風。うん、これというか多分。何のスイッチ？背中しか映らない。顔たまに返してやらんと。ね。クーラーの不調です。クーラーの不調です。ご判断を。あっちは入っちゃうです。入っちゃったか。あっちは入ってる。ね、涼しかったです。上げてるやつでそんなに大変ないと思うけど。大丈夫やろ。椅子はね、違う。ああ。椅子？椅子。どの？この。いや、フラプラの横ちゃんさんが座ってるような椅子。フラプラ？フライドプライド。フリップフラップなんですよ。ここに来ちょったことないです？ね、UM でもラジオ。こないだライブがあって、ジャズっぽい曲とかカバーの二人組でめっちゃかっこいい。その椅子はあるわ。普段普通のこういうパイプ椅子じゃなくて、足がちょうど90度にかけれるところが。なんて言っていいかわからないんですけど、バーにあるみたいな椅子。そうそうそう。マイチェアがいいのありますよ。コントラバス弾く用の椅子がすごい。へえ。いいやつがある。高いけど。決算セールで。ひょっとして今ついたでしょ。何も。これ。から。一スタをねつけたら二スタも。今ついた、ほら、ほら。いや、でもさっきも電気ついてましたけど。素敵、ほんか。わかった、じゃあ。あと、キューブストリートってあるじゃないですか。あれ、安くなりませんか？ネギに行って。ネギで OK なんすか？決算セール。あはー。よかったね、ビッグチャンスやん。あれってもうギターとマイクの2本同時出せるんですよね。うん、多分収録死んでるで。え、マジですか。ごめんなさいね、バタバタして。慌て中。今、これ開けてどんな音になるかちょっとやってみますね。はい。いかがでしょうか、皆様。今日は暑い中ありがとうございます。蒸し風呂です。へいへい。いやいや、絶対。ダメ、ダメ、ダメ。あー、閉めましょうか。もう閉めてやりましょう。我慢。いいじゃないですか。何これ。吹いた。ね、多分飛び出しめっちゃ。そうそうそう、ちょっと意外か。ちょっとおさん、今おさん、ちょっとこれ後引く笑いですよ今は。やえ、こうだった。オッケー、はいはい。私にも来ました今。その届け顔がまたいいですね。大江豊みたいで。大江豊。じゃ
ジオ楽器がお送りしているアルペの音楽的生活。毎月第2金曜日のこの時間は、高知市駅前町にありますアルペジオ楽器からイベントや楽器の情報、アルペジオ楽器が行っているレッスンのお知らせなど、あなたのミュージックライフをサポートする内容でお送りしています。9月になりました。今月もお話はアルペジオ楽器おしゃべり担当の橋本さんです。こんにちは。こんにちは。まだまだ暑いですね。なんか今回まともですね。何がですか？入りが、はい、さっき大豊かな振りをされたんでしようかなと思ったんですけど、ちょっと何ほっぱ何したらやろ。大豊かのジャケット作りましたか？まだ作ってないですよ。暑いからまだ作ってない。黄色のやつ作ってないです。あ、だからあれは年中あれですからね。はい、わかりました。またその振りですね。ちょっとグダッとした感じですけどね。はい、まだまだ暑いです。はい、はい、まあ、でも頑張っていきましょう。はい、はい、アルペジオ楽器何かお得情報ありますか？ですね、9月は決算月でございまして、決算セールを開催しております。またね、ここでね、何がいくらとか言うても大したことないので、まあとにかく値切りに来いと、値切り上等という感じでやっております。社長以下ね、みんなスタッフが値切りに応じます。とにかく値切りに来いということで、店に来てください。はい、なんだか楽器屋さんじゃなくて、なんかやっぱお寿司屋さんなイメージですけど、あ、値切りに来い。まあ、ザクッとした感じでね、とにかく値切ってくれという感じで、店に顔を出してください。そうですね、はい、店員さんの皆さんとの会話のやり取りも楽しいかと思いますので。そうですよね、大阪のおばちゃんのノリでね、値切ってもらったらいいと思います。わかりました。はい、ではアルペジオ楽器が関係してあるイベントの情報もいただきましょうか。はい、9月12日、あさってですね、はい、あさって、高知町ララララ音楽祭、やります。今年もたくさんのミュージシャンが出てくれて、我がアルペジオ楽器は、広め市場でお手伝いをしております。僕がいるのでからかいに来てください。ぜひぜひね、楽しいイベントなので、皆さん高知町まで足を運んでいただきたいと思います。広め市場のステージでの PA さんですね。はい、そうですね、はい、BA さんでおります。はい、お声をかけてあげてください、ね、よろしくです。はい、続きまして、9月28日、柘井信孝さんです。場所はリング、オープンが18時半、スタートは19時、前売りで3500円、ワンドリンク付きです。ギター1本で、ビートルズを奏でる第2弾です。前回もね、こんな曲までギター1本でできるのという曲をやってもらいました。ぜひぜひ皆さん見に来てください。すごくいいライブになると思います。今ね、手元にチラシがあるんですが、すごくいい笑顔をされてますね。そうですよね、おおらかな感じの、はい、なかなか素敵なおじさんなので、ぜひぜひ見に来てください。ギターと体がもう一体化しているような、そんな雰囲気ですけども。そうですね、一体化してますね。本当にね、自分の腕ぐらいの腕というか、手というかね、ギターを弾いてるような、なんかもう、なんていうかな、自然な奏でてくれるぐだぐだですね。ギタリストがギターを弾いてるような自然な感じってどんな感じでしょうか？ちょっとごめんなさい。まあ、とにかくね、素晴らしいです。ギター一本でバンドの演奏、ビートルズのドラム、リンゴがいて、ポールがいて、ジョージがいて、ジョン・レノンがいる、それがもうギター一本で再現されてる、本当にすごいです。素晴らしい方ですね、はい、一人で再現ですもんね。そう、素晴らしいです。本当に聞き応えがあるライブと思うので、ぜひぜひ聴いてください。よろしくです。チケットのお求めはアルペジオ楽器です。了解しました。よろしくお願いします。では今月のゲストのご紹介をどうぞ。はい、今日はですね、3人来てもらってます。ビスコッティの3人です。よろしくお願いします。3人スタジオに来ていただきましたが、まずは自己紹介お願いします。はい、はじめまして、ビスコッティのボーカル、ユキンです。イエーイ、ユキンさん。はい、2回分けてます。ユキさんじゃなくて、ユキン、